久保さん、キャンペーン終わりました。まあまあ売れましたね。はい。で、まあ、あの、まあ僕はね、商品を作って、まあ毎、毎月売ってるんですけど、ビジネスをするって、まあすげえシンプルですけど、商品を、自分の商品を、なんだ、扱、取り扱って、そして売ることじゃないですか。 ラーメン屋さんに行って、いや、うちラーメンないねんと。ラーメン <laughs> ま、まだしもね、今ちょっと今日ちょっともう全部出ちゃってスープっていう。あ、そうですかマスターみたいな。まだわかりますけど。いや、まだちょっと勉強中で、あの、すいません、のれんはある,ある、あるんだけど、あの、ちょっと勉強中です、みたいな。スープの作り方わかりません、みたいなね。どういうことみたいな。 まあビジネスするんだったらまあ商品があってそして売るってことじゃないですか。で、これができない場合は他人の商品を紹介する。これがアフリエイトってやつですね。わかります自分で商品作れませんと。で、ネットビジネスの場合はアフリエイトっていうのがあるよと。えー、他人の商品を紹介して、え、報酬をいただけると。 で、今回、そのみんなの銀行に関しては、えー、っと、その紹介する商品っていうのが、ま、銀行というね、ま、銀行の免許取るのってかなり大変だと思うんですけど、いかがでしょうか簡単に取れますかねあ、多分、日本で、ま、起業する数、一年で起業する数ってまあまあな数、ね、いてると思います。 その銀行が新規で立ち上がる割,割合とですよ。比べると。まあ多分、もう,こう多分ね、銀行っていう概念が何十年あるのか分かんないですけど、まだ130ぐらいしかないですよ。だから、銀行を作るって、あなた作れますかあなた会社作れるんですよ。明日から、明日から、あの、登記簿ね、登録すれば、登記すればね、1円でも起業できるんですよ。会社作れます。 でも、銀行は明日から作れますか銀行は明日から作れないです <laughs>。ベンチャー企業がね、銀行なんか作れないですし、ね。あなたが銀行も作れないですし、銀行を作る、銀行の免許を取るってどれだけ大変なのか、多分、調べてください <laughs>。で、そんな、そんな銀行を紹介できるんですよ。で、多分ね、これを言うとね、あのー、あれなんですよ。いや、 その銀行確かにその銀行の免許を取るのはまあ簡単ではないと思います。いやでもね、それ潰れたらどうするんですかみたいな。銀行がなくなったらどうするんですか絶対じゃないですよね、と。このように絶対の商品はありません。このように絶対の商品はまずそもそも存在しないと。わかりますこのラーメン屋絶対うまいって紹介しても、その B 君にとってはね、 美味しくないかもしれないじゃないですか。いや俺豚骨無理なんだよ。みたいなね。俺ちょっと豚骨ごめん無理。みたいな。どうすか絶対うまい豚骨やラーメン。B 組にとってはまずいんです。食えないんです。<laughs> まあ銀行に関してもね、確かに過去を見るとね、潰れた銀行もあるでしょう。でもそれを言い出したらね、本当に新幹線に乗って新幹線が。 何脱線して事故しました。飛行機が墜落して事故しました。JR でね、脱線して福、知山線、えー。日光、ジャンボ機墜落。ありますよ。うん。あります。<laughs> じゃああなたは飛行機乗らないんですかあなたは JR 乗らないんですかあなたはタクシー乗らないんですか絶対事故しない。 100%、120%、絶対事故しないタクシー。この世に存在しないと思いますよ。絶対事故しない。絶対、なんだ、脱線事故しない。絶対落ちない飛行機。多分ないと思います。可能性としては、何パーかあるはずです。わかりますか <laughs> ただし、その、 可能性はどれぐらいあるんですかと。銀行が倒産する可能性はどれぐらいあるんですかと。それはあなたのはは肌感覚で感じていただければいいんですけど。どうですかね。うん。まあ、久保さんが言ってましたけど、これを紹介できないようじゃ、あの、あれだっていうのは、まあ別に紹介しなくてもいいんですよ。自分の商品があるんだったら。 うん。他のアフリエとして儲かってるんだったらいいんですよ。何やってもダメであるならば、これやればいいじゃないですか。だって無料ですよ。お客さんのリスクも何もないわけでしょ。で、自分にも報酬入るし、なおこそ相手にもお金入るわけじゃないですか。しかも、現金がね、翌日とかに。<laughs> これはね、報酬のサイクルからしても最強なんですよ。 本当にアフリエイトって、そんな次の日に現金入ってこないですからね。自分の商品扱ってるんだったらね、それは振り込み、銀行振り込みあればね、それは明日入ってくるかもしれないですけど、アフリエイト報酬に関しては次の、次の日に入ってくるとか、まずありえないですから。ほとんどないです。これはなんでできるかっていうと、商品が銀行,な銀行だからなんですよ。商品が銀行であり、商品,商品が銀行であり、銀行がキャンペーンをやっていると。 で、しかも、今回なんでこんなすげえキャン、こんなすごいキャンペーンやってるのかっていうと、オープンしたばっかだからなんですよ。広めたいからです。わかりますつまり、ここしかないんです。<laughs> ここしかないですよ。じゃあ、イペイペもね、100億円キャンペーンを 2, 2回くらいやりましたけど、またやると思います。100億、100億円ばらまくと思います。多分100億円はやんないと思いますね。おそらく。やるとしたら、 まあ、1000万人、あ、じゃあ、じゃあ、1億人突破します。ユーザー1億人突破したとかね。まあ、そうしたらやるかもしれないですね。多分当分100億はばらまかないと思います。もう4000万人ぐらい今、ユーザー数いるんですけど。まあ、やるとしたら、その、あの商品を買う、促す、ペイペイ祭りみたいな感じ、そのキャンペーンはやりますよね。商品を買わ買ってもらうキャンペーンを促すための広告費は投入するけれども、広めるための、 100億円の広告費は多分使わないと思います。もうね。うん。なんで今だけです、はい。で、この今だけっていうのも見極められないんであるならば、まあ、ちょっとセンスがないかなというとこですね。うんんかまあ別にみんなの銀行やんなくてもいいんですけど、自分の商品をね、持ってね、やりましょうと。であとね、絶対はないですからね。 絶対はこの世に存在しないです。絶対はね。OK ですか絶対を求めるんだったら何もできないです。何も挑戦できないです。絶対を求めるんだったら。うん。就職もできなくないですかあなたの会社は絶対倒産しません。絶対ですか命晴れますか絶対倒産しないっていう。あと30年、絶対倒産しないっていう命晴れますか まあすすげえ極端ですけどね絶対ないんで。うん。明日交通事故で引かれるかもわかんないですよ。青信号あ歩いててもね、あの、トラック突っ込んで死ぬかもしんないですよ。道路を歩いてたらね、幼稚園児がね、道路を歩いてたらね、飲酒運転してたトラックが突っ込んで、え死にました。最近もニュース流れた、流れたというような気がしますけど。 何があるかわからないです。絶対はないです。その中で僕たちは生きています。あなたの絶対は何なんでしょうか。はい。いってらっしゃい。